はい、どうも葵です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は10月から12月に買ってよかったものを紹介しようと思います。それではよろしくお願いします。はい、ということで早速紹介していきたいんですけど、一つ目はですねこちらのアークテリクスのアトム LT フーディーになります。こちらのアトム LT フーディは全天候対応、タウンユースからアウトドア、様々なシチュエーションで使える軽量で中綿を使用した中間保温着です。アークテリクスのスタッフさんのほとんどが所有していると言われるジャケットで、複数持ちの方の割合も結構多いようです。しかも支給ではなく自費で購入しているということなので、公式も一押しのジャケットとも言えると思います。河川綿を使用したジャケットで、見た目のかっこよさはもちろん、何より洗濯機で丸洗いできるメンテのしやすさが最大の魅力かと思います。中間着として着たり、アウターとしても着用できる汎用モデルで、アークテリクス特有のシンプルなデザインとスタイリッシュなシルエットで街着としても有能です。もともとはグリッチというグレーを買うつもりだったんですけど、ブラックがかっこよすぎたのでブラックを購入しました。アークテリクスの数あるジャケットの中でも、デザイン性と機能性、メンテのしやすさを高水準で兼ね備えたほぼ欠点のない万能ジャケットだと思います。はい、続きまして二つ目はですね、こちらの 4W1H のホットサンドソロになります。見た目がですね、超オシャレでかっこいい 4W1H のホットサンドソロです。普通のホットサンドはですね、食パン2枚で挟むのが一般的かと思うんですけど、こちらは1枚でホットサンドができます。サイズは具材が食パン1枚なので、片手で持って食べられるサイズで、朝ごはん、軽食、おやつ、夜食なのにちょうどいい量になります。このようにですね、上下のプレートが取り外せるので、使い終わった後も分解して水洗いできるので、とても洗いやすくて、また、表と裏で本体の色が違うので、まあ、どっちの面を焼いたかを忘れてしまうのを防ぎます。こちらのホットサンドソロ単体だとコンロによっては安定しないんですけど、ホットサンドソロ専用の、こちらのコンロサポーターというごとくを使うことによって、ガタつきやグラつきを防ぎ、安定して調理ができます。ホットサンドソロの最大の魅力は味はもちろんなんですけど、焼き上がりが超かっこいいことですね。縁部分が波目状になっていて、閉じると縁が圧着されて、パンの耳の部分がカリカリになります。これがまた絶品で、あと蓋を閉じた際、調理中食べている時に中身が飛び出すこともなくて安心して食べることができます。食パン1枚で作ることができるので、ちょっと小腹が空いた時には気軽に作ることができて、普段使いでもいいですし、この間ソロキャンをした際にバナナをカットしてチョコレートソースをかけて焼いて食べたんですけど、最高でしたね。はい、続きまして3つ目はですね、サウナセットになります。今年の春頃からサウナにハマっているんですけど、サウナのモチベーションを上げるためというか、サウナで快適に過ごすために買ったものたちです。まあちょっと数が多いので1個ずつ紹介させてもらうと、まずはですねこちらのナルゲンのトライタンという 0.5 リットルのボトルになります。一度蓋をしたら絶対に漏れないとまで言われているボトルで、まあサウナ後にですね、水分補給をするために購入しました。もともとは化学研究用として開発されたようですが、今ではアウトドア用品として売りに出されているボトルです。本体とキャップはループで繋がっているので紛失の心配がなく、またですね、このループがですね、持ち手にもなりますし、熱湯を入れたり凍らせても大丈夫なボトルになります。はい、続きましてこちらのサウナハットですね。サウナ行きたいと 3COINS がコラボしたアイテムで、サウナに入っている時に髪の乾燥の防止や頭皮や耳の保護にも使えます。のぼせ防止にもなるため、これを被ることによってより長く快適にサウナを楽しむことができます。はい、続きましてこちらのリブライクワキャットの手ぬぐいになります。リブライクワキャットのオンラインショップマタナビアの発売して数分で完売した手ぬぐいです。まあ、普通の手ぬぐいなんですけど、何よりこの猫たちがほんと可愛すぎるんですよね。少し余談になりますが、私最近 NFT っていうのにハマってるんですけど、このリブライクアキャットでも12月28日に NFT がリリースされます。まあ、気になる方は一度 Twitter で LLACNFT で調べてみてください。まあ、NFT のやり始めはですね、意味のわからない用語だらけで、ほんと何のこっちゃわからないんですけど、実際やってみて慣れてくるとなかなか面白い世界が広がってるんで、まあ興味ある方は一回調べてみてください。はい、続きましてこちらのサウナマットになります。折りたたみ式で畳むと片手で収まります。水を弾いてまた汗も染み込まないので、持って帰るときはお風呂上がりにシャワーでさっと流すだけで大丈夫です。
銭湯にあるサウナマットは基本使い回しなので、衛生的に気になる方におすすめです。はい、続きましてこちらのサウナメガネになります。サウナ行きたいとメガネの愛玩のコラボモデルです。私かなりの近視でメガネやコンタクトがないとほとんど見えないんですけど、まあ、そんな状態で銭湯やサウナに行くのって結構危ないんですよね。そんな方におすすめなのがこちらのサウナメガネです。金属パーツを使用しておらず、耐熱温度は120度から130度。熱にも衝撃にも強いので、高温サウナでも使用することができます。プラスチックなので錆びるところがなく、水風呂でもかけっぱなしで大丈夫です。まあ、これはですね、銭湯やサウナに行くときには必須のアイテムですね。はい、そしてですね、これらと着替えを入れるための、こちらのビギンとブリーフィングがコラボしたマルチショルダー、別名ビギン別注、ゴーサウナ、スリーウェイショルダーです。このバッグはサウナや銭湯のお供に最適な機能が満載のメッシュバッグとナイロンバッグが重なっているショルダーバッグで、発売当初は即日完売となった人気のサウナバッグです。こちらはですね、別で動画作っていますので、詳しくはそちらをご覧ください。銭湯に行くときはですね、必ずこれらを持って行っています。これらを購入したことで、さらにサウナを快適に楽しめるようになりました。続きまして、こちらの無印の洗いざらしいフットバンテクルーネック長袖 T シャツになります。デザインはポケットなどのワンポイント、ロゴタグもない無地の超シンプルなデザインで、1枚でもウィンナーとしても着回しができる非常に使い勝手のいいロン T です。1枚でも着れるように、生地には太い糸を使用した厚手で丈夫な生地を採用しています。素材は無印定番のオーガニックコットン 100% です。生地が程よく厚いので1枚で着てもインナーとして着てもより綺麗なシルエットを保ってくれます。このロンティーは私が待ちに待ったジャストフィットで厚めの生地のロンティーで、シルエットとしてはスラッとしたシルエットでスタイリッシュに着用が可能です。カラーサイズも豊富で1枚でもインナーとしても着回しができる非常に使い勝手のいいロンティーだと思います。これからのシーズン、またこれから先数年は私の中で外せない定番ロンティーになりそうです。この前紹介した際はグレーとホワイトしか持っていなかったんですけど、この度このベージュも購入しました。はい、続きまして5つ目はですね、ちょっとこれ大きくて画面に入りきらないんですけど、こちらのワークマンのフレームテックアライルフュージョンダウンリトルモンスターパーカーになります。私、今年からキャンプを始めたんですけど、冬のキャンプで焚き火をしても大丈夫な服を探していて見つけたのがこちらのリトルモンスターパーカーになります。昨年出ていたモンスターパーカーをよりスタイリッシュにしたのがこちらのリトルモンスターパーカーです。ロゴなどがなく無地のシンプルなデザインで、見た目はワークマンとは思えない高級感のあるダウンジャケットです。なんなら肩にワッペンさえつければ、私の持っているカナダグースのウィンダムパーカーと見間違えるくらいかっこいい見た目をしています。ワークマンのダウンジャケットなだけあって、暖かさも折り紙付きで、気温が5度ぐらいの中キャンプをした際、リトルモンスターパーカーを着ていたんですけど、インナーは薄手のロンティーで問題なく過ごせました。しかも椅子に座ったずっとじっとしている状態でも問題なく過ごせたので、タウンユースなら真冬でもインナーは薄手のロンティーで過ごせると思います。素材にはフレームテックという火に強い素材に加えて、中綿には家庭でも洗えるフュージョンダウンプラスを採用。一番の驚きはこれだけの機能満載でありながら4900円というコスパの良さですよね。最近のワークマンはキャンプ用品、ファッションアイテムと勢いがすごいので、これから出るワークマンのアイテムも非常に楽しみですね。はい、続きまして最後になります。最後の6つ目はこちらのユニクロとピクサーがコラボした娘用のスウェットです。買ったのはこちらのエイリアンのスウェットと、ウッディとバズのボーの3人が乗っているスウェットです。12月の5日に発売だったんですけど、発売と同時に購入しました。即売り切れるかなと思っていたんですけど、今の時点では普通に在庫はありますね。今で娘が2歳9ヶ月なんですけど、サイズはですね、100サイズです。最近娘がトイストーリーにハマっているので、これを見せたらめっちゃ喜んでくれましたね。あと、年末年始にディズニーランドに行くことになったので、これを着せていこうと思います。今から年末年始がめっちゃ楽しみですね。娘にディズニーランドを楽しんでもらうために、最近は家でディズニープラスとジャンボリミッキーをずっと流しています。はい、以上になります。ということで今回は10月から12月に買ってよかったものの紹介でした。今回の動画を楽しんでいただけたならチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上で今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。